まあ、なんか見えるかな、ちょっと見えるか分からへんけれども、そうするとここに、こんにちは、心電整体師養成講座を主催している山崎です。この番組は体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。今日は、距離感とか間やね、はい、でこれが、まあ、相手とのその関係によって、例えば技が成り立つとか整体やったら距離感とか間が悪いと相手にちゃんと聞かん、なんか芯まで届けへんっていった状態になっちゃう。力いっぱいなんかマッサージとかしてんのに、なんか全然相手に聞いてへんみたいなことが起こってしまうので、その距離感とか間をちゃんと合わせると、相手にとって不快と快で言うと、快の感覚とか快の感情が届けられるようになるんですよね。なのでこの快になるような距離と不快になるような距離の違いみたいなのをお伝えできたらなと思っています。じゃあ、やってみましょう、はい。じゃあそうやね、握手をするとしましょう。でこう見てます、よろしくっていうのと、はい、よろしくってやると、その相手の体はこう引いてまうよね。そうですね。もう一回ね、はい、っていう感じ、なんか見えますかね。そのこの感じでお互いにこう合わせているっていう状況と、これは、わ、なんか距離遠い感じってなんか見えますかね。こうやるとなんかその相手に気持ちが向かってない状態、こうやるとちょっと向かいすぎてると、だからちょうどこの感じが、うわこの距離感みたいなのがつかめた状態で、動かすと気持ちよく動いてくれると。例えばこういう感じでこうしたら、そのなんていうの、不快やん、はい、なんか結構お今ちょっと変えたんです。それはこの目の持っていき方で、例えばその今こういう感じで喋っているとあんま目の筋肉を使ってないんですね。こういう感じで見るとこの顕在意識の目っていうか、その車の運転するときにこういう感じで運転すると全体が見えないと思うんですね。もっとこう全体が見えるような目で、なんていうのかな、そのただのガラスというか、なんか映ってるだけやねんけど、こうやって見ようとすると視野がギューッと狭まって、その車の運転をしている時にもいろんな距離が取られへんと、感覚がつかまれへんという感じになっちゃうのと同じように、例えばこういう整体の施術も一緒で、例えばこう触ってますっていうと、腕に対しては合ってるかもしれない距離は、せやけどこの体を、相手の体全体を捉えてこう施術をするとどう違う？この何ていうんですか、背中まで響くっていうか、うんうんうん、体にこうしたら、こうしたら手だけになります、ね。手だけになるでしょ。同じやり方なんですよ、手はね。だからこの手のテクニックの問題ではなくて、相手との距離を使う。ってなるとこういうまたこっちに持ってってしまったけど。でこれが今見てないんですよ、見てないけれども今彼にを意識してますなら、こっちの手だけでもかかると、でこうしたら止まるよね。これは今意識してなくて、こう力ずくでこう動かそうとすると、うん、じゃなくてその体全体を捉えるっていう感じ、その今なんか見えるかな、ちょっと見えるか分からへんねんけれども、そのこの体を意識してるんですよ、ここにおるっていうことを。そうするとここになる、なんかそのこの肉体をどう思って、これを足、体をどう入れてどう動かすっていう問題ではないんですよ。 なんていうのかな、その人間関係としての距離感、あ、ここにおるなと、ならここにおるわけやから、これぐらいやったら今快やな、これぐらいやったら快やな、これでそしたら優しく動かせるな、これね、言葉でね説明するのは非常に難しいんですけど、
その距離感の問題なんだな。これ貝っていうのは分かんないですね、こう受けてたら。なんていうんですか、その触られてるのが貝やっていうのは分かるでしょ、これ。うん、軽いでしょ。軽いですね。ああ重たいですね。もう何だろう、持たれてるやろ。うん、こうやったら、おお、こうやったらどう、これ楽っていうか軽いですね。軽いでしょ。で、僕は今持たれてへんな、でも捉えてんねん。ほんならこう見えるかな、この距離とこうしたらなんかきついでしょ。これはこうかかるくなるでしょ。だからこっちもいける。なんかわかる？わかる。ちょっとやってみる。やってみます。うん、うん。どう？なんか適当に適当に。適当に。うんうん。はい、どうぞ。あ、うん。距離が近い。近い。うん。あ、違う違う。俺全体を捉えてほしい。だから、見てるところが、なんかこの辺見たらあかんねん。基本最初は、その、正面見て、相手全部を見る感じ。で、こういうまんまこう触る。こういう感じ。わかる？はい。なんかわかるかな。その、こうして、だいたい触るときに、こうなんね。この感じ変えたらあかんねん。この距離の感じを。変な感じしますね。なんか、うん、こっちはなんていうんですか。うん。ふわふわするっていうか。例えば、ヒクソン・グレイシーとかさ、はい、こうしてね。ああ。この距離変えて、これはこういった瞬間にふっと相手との距離が変わるから何かされてまうの、うん、だからこうやってこの距離のまんま、この距離のまんま入っていくと、だから体が前に突っ込むっていう感じじゃない。前にもし突っ込んだとしたら、この前に突っ込んだまんまこうね、うん、この距離がいる、うん、次はこう肩を組みますと、で、この距離ね、こうやってこう見てると、距離自体は、顔の距離は近い。近いけれども、見ててどうですか？なんかそんなに変な感じしないと思うんですよ。こういう感じ。で、このまま、おぉ、やると崩れるやんか。けど、こう見て。近いですね、なんか。これは？これどんな感じ？なんか、どうだろう。変な感じ。これ、力入ります。これは？あ、軽いです。これ軽いの？はい。これは？え？ちょっと違う。なんか違うやろ。うん。見てへんやろ。あ、そういうことですか？僕？うん。だから今、ぼやーっとしただけ。あ、これ今、ぼやーっとしてるね。これ微妙っすね。けど、体ではなんか感じるものは。うんうん、なんか感じる？はい。こうやったら気使ってるやろ。うん。そのね、だから気遣いが大事なんですよ。その、相手を気遣って関わってるのか、その、なんか自分が行こうとしてんのか、なんか何も考えてんのか。全部違うのは体が分かってる。分かる、はい。だからちょうどいい風に相手を見ながら気遣ってね。この辺は難しいな。だから、その、僕らがこの、和の身体術っていうのをどう生かしたいのかっていうと、まあその気遣いのできる人間になって、まあ例えば街歩いてる時とかでも、道塞いでるやつとかいますよね。なんかその3人ぐらいで並んで歩いたりとか、狭いのに2人並んで歩いたりとか。っていうことは、その人らは気使わんと自分たちの道やと思うような感じで、こう街をね、歩いてるわけですよ。で、そいつらにいちいち腹を立てても、今はしょうがないから、僕らは気使って、その見本を見せていって、で、気遣いをする人間がいたら社会ってなんか、住みやすいなと。で、そういう人間が一人でも増えていくと、なんていうのかな、その、なんか嫌な気持ちになることが少ないと思うんですよね。なので、僕らが、まあ、この和の身体術っていうのを伝え、通じてやっていきたいのは、その、自分が普段何も意識してないと、こう関わってる時にも、なんかこうやったら依存やねんな。その、自分のやりたいことばっかりやろうとしてると。かといって、遠すぎると、人と関わることもできへん。だから、ちょうどいい気遣いをすることで、相手が貝になるんですよ。だから、人との関係性を貝にしていける人間が増えてくると、相手の感情も貝になるし、その世の中自体、社会自体も貝になってくると思うので、この人と関わるというのは、気遣いがいると。
で、その気遣いというのは、ただの気持ちではなくって、実際に体でも気をちゃんと使ってるわけです。この触れるということも、ちょうどいいところ、ちょうどいいところ、触れる。こういう状態になったら、なんか、なんとでも、この、自分と一個になる。一体化するってことですから、自分の思ったように動かせるわけです。で、なぜかって言ったら、触れているのが貝だから、相手は動かされても大丈夫。この人やったら安心できるっていう風に無意識のうちになるのよ。ああ、そういうことなんですね。うん。けど、これが例えば自分のやりたいようにやろうと思うと、この相手は不快やから、ね、こうやって神の状態に入ると、動かされてもいいやという風に無意識になるんですよね。なので、まあ気遣いできる人がね、一人でも増えて、この世の中が良くなっていったらいいなと、ちょっと綺麗事を言ってるけど、まあまあけどそう思ってます。はい。この番組が面白いと思われた方はいいねやチャンネル登録をお願いします。今回 BAB ジャパンさんより和の身体術という DVD が11月の20日に発売することになりました。ただいま先行予約を受付中です。先行予約をいただいた方には3つの特典を用意してますので、概要欄をご覧ください。